スタートレック、エンタープライズ。スタートレック、エンタープライズ、略称、エントは、アメリカの SF テレビドラマシリーズ。スタートレックシリーズの5番目のテレビドラマ作品。全98話。2001年9月から、UPN 系列で全米での放送を開始した。宇宙大作戦で描かれた、カーク船長の5年間の探査ミッションの、約100年前。 惑星連邦成立前の22世紀を舞台に、ジョナサン・アーチャー船長を指揮する、地球初の新宇宙探査船、エンタープライズ NX-01 とそのクルーの活躍を描く。スタートレック世界の時間軸で、映画、ファーストコンタクトから宇宙大作戦までの期間を直接描いた初めての作品となる。本作以前のスタートレックは、シリーズを通しての設定や、 別の作品のストーリーを前提とした話も多かったが、本作はシリーズ第一作である宇宙大作戦以前の時代を舞台とし、そうした設定を一旦白紙の状態に戻したことで予備知識を持たない人も楽しむことができるようになっている。また、他作品のエピソードの前日端も随所に織り込まれている。 本国アメリカではシリーズで初めてタイトルにの名を監視内で放送された。アメリカでの番組タイトルは第1、第2シーズンの放送時はで、第3シーズンから日本版と同じくに変更。本作のテーマ曲は、スター・トレックシリーズでは初となる歌詞付きで、歌手はイギリス出身のラッセル・ワトソン、原曲はロッド・スチュワートの。なお、 第3シーズンからの番組名変更に伴い、主題歌も新アレンジで再録音された。しかし、放送開始当初から視聴率的には低迷し、過去のシリーズに登場したキャラクターや俳優を出演させるなど様々なテコ入れが試されたが、視聴率は地を這う一方で、2005年2月3日、現地時間2日に第4シーズンフィナーレを最後に打ち切りされることが正式に発表された。 そして、同年5月中旬、最後のフロンティアが最終エピソードとして放送され、全4シーズン98話をもって終了した。最終話には、シンスタートレックのウィリアム・ティー・ライカー副長役のジョナサン・フレイクスとカウンセラーディアナ・トロイ役のマリーナ・サーティが特別ゲスト出演した内容としても、シンスタートレック第164話、ナンパ戦。 ペガサスの秘密と関連づいている。スタートレックシリーズはその時点で、1966年の宇宙大作戦開始から40年近くが経過していた。1987年に始まった新スタートレックからは15年以上にわたり、途切れなくテレビ放送続いており、そのうち7年は2つのシリーズが並行して放送されていた。 新スタートレック開始以降だけでも4本のテレビシリーズ合計500話以上と6本の映画が制作される中、スタートレックボイジャーの第4シーズン終了時第6シーズン初期にかけて、プロデューサーかつメインライターであったマイケル・ピラー、ロナルド・ディ・ムーア、ジェリー・テイラーらがスタートレックシリーズから離脱し、それ以降リック・バーマンとブラノン・ブラーガが主要かつ制作陣のトップにあり続けた結果、 シナリオの質の大幅な低下や、レギュラーメンバーの描写の偏りが目立つようになり、最終的に、スタートレックエンタープライズにおいて、上記の視聴率低下により打ち切りを招く結果になった。新スタートレック以降のテレビシリーズや劇場作品で、制作陣の中枢にあり、本作の最終話を含む数多くの脚本も、執筆していた、リック・バーマンとブラノン・ブラーガはこれを最後に、 シリーズら完全に知りくことになった。もともとこの二人は、第四シーズン開始時に制作人からは外されており、マニーコトが後を引き継いでからは、過去シリーズとのつながりも矛盾のないものとなり、また保管が行われるなどストーリーの質も大幅に上がったが、最終話の脚本を再び、リック・バーマンとブラノン・ブラーガが脚本を担当しており、第四シーズンで積み重ねてきたタッカーと、 ツポの関係を特に理由もなくリセットさせていたり、俳優自身も疑問を呈するほどの必然性のない死に方をタッカーにさせたため、多数の視聴者から抗議や疑問の声が上がり、打ち切り後に出版されたいくつかの小説で、タッカーのその後を描かれた理由の一つにもなった。タッカーの扱いについて多くのファンから求断されたブラノン・ブラーガは、タッカーを死なせたことについて、 後悔はないと、と発言した。その後、スタートレックシリーズのパロディドラマである大ビルに参加している。なお、日本語吹き替え版は、当初、船長ではなく、艦長と当てられていたが、宇宙大作戦との整合性を取るために、第1話、夢の旅立ちのアフレコ終了後に変更され、第1話自体も取り直されている。ラッセル・アートソンが歌う、オープニング曲。 ほや甘い、ハートウィルテイクミーに若干のアレンジを施したものである。ボーカルの入った曲がスタートレックのシリーズのテーマ曲に使われたのは初めてである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。